明確なんですよ。こんにちは、石田です。今日はですね、台湾旅行に行ってきて、台湾旅行の、なんだろうね、 Vlog みたいな感じなんですけど、台湾旅行では、主にですね、植物系のお店は3店舗ですね、回ったんですけど、今回のやつは2店舗分ですね。ここに、なんだ、ショッピングバッグがあるんですけど、ちょっと読み方は分かんないんだけど、まあ、5PMTW コーデックスというお店に行ってきました。こちらのお店はですね、台湾では2つ店舗があって、まあ、本店と支店みたいな感じで2つあって、両方とも行けたんで、両方とも、行っております。で、本店の方が、まあ、めちゃくちゃすごくてですね、いろんな開墾とかがあって、すごく見応えがあったんで、まあ、そっちがメインで、支店の方はもう少しライト向けって感じかな。サボテンとか、ビカクとか、ユーフォルビアとかね、その辺のちょっとライト向けな感じだったんですけど、そちらの方に行ってきたんで、レポートをご覧ください。で、今回行ったのは、4人で行ってて、そのうち植物好きは私だけなんで、残り3人は本当に知らん人っていう感じでやっておりますので、まあ、トークの部分はね、そんなにないんですけど、トークない部分はアフレコでおまけで追加しておこうかなと思っております。じゃあ、行ってらっしゃい。あ、そうそう。で、今回はその、こちらのお店なんですけど、次回に関しては、CJ プランツさんの方に行ってくるので、そちらの方も、まあ、後編って形で、ご覧いただければなと思っております。ではまた。あれすごい、ホワイトボスだよ、見て。あれ。もう映えだ。あれホワイトボスだよ。やばすぎる。ホワイトボスだよ。ホワイトボスわかんないですか。わかんない、なんですか。でかすぎ。でかいの、めちゃくちゃでかい。中に、一人は、一杯飲み物買うか、盆栽のもの一個買うか。家にはいらない。あ、いいね。めっちゃいいじゃん。あ、やっぱ、これ、先生、これは、これは、すごい飲める。これは、すみません、ブラック&ブルー、違う。あと、アガベツタノタ。そう。すごいね。レベル高いね。高いすごい。タンゴみたい。これね、純正系だね。ちょっとキモい。ちょっとキモい。あれ？シャクシャクかいね。ちょっと待って。あ、そうそう、浜野駅上手やん。もう覚えてきたね、浜野駅ね。覚えさせられた。私もそれぐらいで来てもらった方がいい。いや、ずっとこれは何ね、中国語の。これ何？これは俺中国語でもわかんない。ね、サボテンは中国語なんだ。仙人掌。仙人掌。仙人掌。仙人の。仙人手のひらでした。千年ってのか。千年。これでも発音が難しすぎる。千年茶。千年茶。よかった。あ、なんか取ってあげる。めっちゃ取っとして。なんか言ってるわ。これ花咲いたぞよ。うん。ここだと死ぬからね。あ、そう。これほら、すごい。超掘りだ。調子がすごい。調子が半分。これ、超すごい。これソテツ、なんかのソテツ。これもすごい掘り、半端に掘りだ。はあ。そうっすか。あ、これ、あ、これちょっとわかんないな。こっちもやばいね。なんだろうな、これ。やたらでかい、開口。あ、先生、パキプスですよ。これ。オペルクリカリアパキプス。はい。多分150万円以上する。
150万、うん、高っ。おそらくね、このサイズだと、うん、このサイズ持ってかれる人いないじゃん。送るんか、ね、いや、送るんでしょ。それ日本にってこと？うん、自宅で。これアルミ、これはソコトラ島のやつだね。これが、これはね、怪しいな。言ってみ。コミホラストックシアナか、うん、コミホラカタフか、うん、あ、そうそうっすか。ねえ、この飾り方かっこいい、なんか。シセの名前は虫、虫じゃない、鳥、鳥だ。あ、この辺、その辺があれ、笹の雪です。え、こんな風になるんだ。ね、うちの学校じゃん。これが大きくなる。うん、メンタルはめんどくさいから。うん、あれ、なんで、あれ軽くなるの、丸い、丸いの。あ、デンサムじゃない、デンサムではない。あ、違うね、これ違うね。かっこいい。ちっちゃい、これはちっちゃいのでも高いの。どれ、どれ、え、これはね、これ大体10万から20万ぐらいして。高っ。はい、台湾価格は、台湾価格だとね、9000円って書いてあるから、9000円、9…、ね、9万でしょ。9万って書いてある。だから、高くない？そうだね、これで36とか40とかだね。うん、こっちの方が安いんじゃん。 6万5千円だって。うちもっとちっちゃいのってる。うわ、全然見逃してたけど、こうえぐいね。取るのやめてみるやん。いやいや、マジすごい、これ。うまっ、すっごい。ちょっと待って、これなんだろうね、アンボンかな。うわ、すごい感じ。トゲ飛んできそうだよね。これ持って帰れたら自分で食べれる、植えるんじゃない。これと倒し方なんだろう。絶対トゲ飛ばしてくるけどね。トゲをまず逃げて。違うよ、いや、私はこいつはベンって体ごとくる。あ、で、ゴロゴロゴロって。そう、それもあるよ。デン、デン、トゲ飛ばしてくるから、その時ガチャって。あ、なるほどね。じゃあ、それは終わった時に、そう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 、弱点露出。はい、ここからはですね、アフレコでやっていきますね。この辺もすごいっすね。この辺もよくわかんない。うん、そうね、たくさんありますわ。すごいね、なんか花咲いてんね。これはなんかのあれかね、あれ、うん、マガベかね。これも全然わかんないんだけど、マジですごいね。なんだろうね、これ。パキプスじゃないんだけど、なんかの漢木。でっかいやつ。これが、あれ、オリーブの、古木オリーブだね。はい。これが、フォークイエリアコルムナリスっていうやつですね。調べました。これは、チタノタの白芸かなんかっすかね。でかいっすね。オールドスタイル。かっこいいっすね。で、生姜、この辺は分からん、左は分からん。で、パキポグラキレスですね。いやー、いいっすね。この辺もなんだろうね、ちょっと分かんないね。うわ、でっか。サボテンかユーフォルリアか。この辺はサボテンっすかね。このなんかでかいアガベ、これもかっこいいっすね。ぐにゃぐにゃで、この辺にあるね、全部ね、すごいんすよ。左の奥にあるのは、アローディアですね。めちゃくちゃでかい。でかすぎる。何メートルかっていうぐらい。で、この辺は、ユーフォルビアとか、あ、でっかいグラキレス。超でかでしたね、これは。どれぐらいだろうな、30センチとか、それぐらいのでかさのグラキレス。枝ぶりもすごいっすね。で、アローディア、デカデカアローディアです。すごいね、これ。現地サイズって感じですね。うん、この辺がグラキリスの、これ発根管理地なのかな、ちょっとわかんないですけど。はい。これがね、わかんなかったんだよな。白花の、なんかパキポ。ちょっと、あんまりパキポ詳しくないんで、
分かる人来たら、いたら教えてください。花が白いの咲いてますね、左の方に。めちゃくちゃでかい、かっこいいな。うん、これもグラキリスですね。めっちゃ多かったっす、グラキリス。全部で多分100以上あったかなと思います。この辺もミニグラ。いいっすね。これは何だろうね。よくわかんないけど。謎。パキポかな。こんな感じで。これがね、左の奥の方ですね。一番奥側の、ガーデンのとこの、一番奥になります。なんかでっかいユーフォルビア。この謎のボトルツリーもやばいね。はい、こんな感じで見て回っております。この灌木も謎だけどすげえかっこいい。あ、これパキプス。超デカパキプス。まあ日本だと100万以上するぐらいのすっごいやつですね。これはやばい。でかい。これは横幅7、80センチぐらい。そうですね。これはフォークエリアのなんかプルプシーとかそっち系ですかね。わかんないですけど。すごいな。これもアローディア。すごいっすね。いやでかすぎ。で、これは、ちょっとあれだけど、ホリダスだね。これなんだっけ、よく見るやつ。わかんない。で、こんな感じ。こんなとこにもパキポがいましたね。これも魔界かな。ちょっとわかんない。これパキポじゃないかもね。これがすごい。これはパキポの魔界だと思うけど、わからない。すごい。とにかくすごい。こっから店内に入っていきます。で、これが、ブーファンだね。これは、なんだっけあれ。合わせた。出てこない。この辺、陶器鉢とか、いろいろ。グッズ系、園芸グッズ系がたくさん置いてありましたね。この辺からは。これも鉢。鉢。ちっちゃい鉢。ミニ鉢。これはハサミとか、ピンセットとか。で、こっからはですね、なんだっけ。このチーズ買ったらええやんって話をしておりますね。まあ、ちょっと店内、BGM かかってて、音声の著作権的な都合で、この辺会話してるんですけど、全部カットで。アフレコでやっております。いいじゃん、いいじゃんっていう感じでね。これがええんちゃうっていう話をしております。ほんで、やっぱりアガベのやつがいいんじゃないの？白 T？ もしくは黒 T？ みたいな話をしてて、めっちゃええで、これ買ったら買ったらっていう風な話してますね。だいたい7000円が8000円ぐらいで。重オンスっつってね、重いオンス？生地しっかりしてて。重ための記事であるからめっちゃええでって話をしてます。マジすごい。ここどれどれ。それはね、キリンなんとかってやつかな。あれだわ。わからん、名前忘れた。何これかっこいいのじゃなくて、かっこいいよ。なんかかっこいいね。これユーフォルビアかな。かける5だからね。它晒伤就会白掉，再严重一点就会。白掉不是？コミフォラモンストラス。これがすごいこれ。これね、これうちにあるよ。是那种。けどこんなでかくない。ね、すごいよね。会。これアローディアってます。你有看过那个卧球晒伤吗？是这个。它就是这样，会这样，就会。真的。是那种大。うわ、すごい。すごい。
うわ、すごい。これはですね、なんだろうね。ユーフォルビア。ボーキリンって書いてあるね。あ、カラビ。カラビゲナ。名前がわからん。うん、うん。見てていい？しね。じゃあまたこっからね、アフレコでやっていきますね。これが超巨大モンストローサ。葉っぱが出なくてすごい残念だったんだけど、めちゃでかい。半端ねえっすね、これ。で、この辺が、うん、いろいろ。早い。早いんだよ、カメラが。はい。これさっきの漢方玉とホリダ。いやー、ご立派。これは、ブラック&ブルーかな。うん。多分。で、ギラウミニアナとブーファン。はい。すごいんだな、マジ。このエリア、マジで激アツですね。グラキリスとか、ウィンゾリーとか、パキプスとか。マジで圧巻だよな、ここは本当に。ハビタットスタイルのグラとか。はい、かっこいいっすね。おしゃれ。ほんで、この辺は、ちょっとぼやけてるけど、アデニウムとか、アデニウム、ベビーアデニウムって感じかな。はい。で、下の方にもね、いっぱい置いてあるんだよな。すごい。ほいほい。ほんで、何が出てくる？なんだ？灌木とか多いね。この辺は、ギガスとか、遠征とか。これさっきのあれ、棒キリンだ。棒キリン。名前はね、難しいね。はい、めっちゃかっこいい。この画角半端ない。超いいっす。めっちゃいい。はい、いっぱいあるね、これ。棒キリン。押してるみたい。ちょうど真ん中にあったし。んで、ほんで。この辺は、パーキーポディウムゾーンですね。グラキリスとか。はい。でっかいギガス。超でかいギガスですね。高そう。これは、コミフォラのなんかわかんない。多分。コミフォラ。で、ギガスのちっちゃいの。まあ、ちっちゃいっつってもまあまあのサイズですけど。ギガス。で、亀甲竜のちっちゃいやつ。アキプス。なんかわかんないけど。これも謎の、あれ。なんつうの、開墾っすね。この辺は魔界とかですかね。ちょっとわかんないけど。はい。いいですね。こんな感じ。これが2階ゾーンですね。この辺が、うん、早い。わかんない。あ、この辺も激アツだね。コミホラ系の、ストックシアナかカタフか、そっち系のやつっすね。ひー、すごい。灌木。この辺も灌木っすね。はい。で、灌木いろいろコミホラ系が多いかなと思います。このブルーの肌のやつもめっちゃかっこいいっすね。品種名がちょっと詳しくないからわかんないけど。すごいな。でか。でかすぎ。何これ。これもちょいちょいよく見るけどなんだろう。わかんない。これはフーケリーかな。わかんない。はい。このなんかネジネジのユーフォルビアもいいっすね。ほんで、全体感を見るとこんな感じでずらーっと並んでおります。ほんで最後にもう一回ぐるーっと一周して、はい、これが2階のゾーンになります。めっちゃいっぱい種類がありました。
で、この辺はマクロプスとかアガベとか、さっきのトゥレアレンシスとかね。はい、やります。で、2階から1階のガーデンコーナーを見下ろすとこんな感じ。いや、マジすごい。こっからは雑にスライドショーを見せながら、ちょっと感想というか、語ってこうかなと思ってるんですけど、まあとにかく、外のガーデンがめちゃくちゃすごかったですね。でっかい。全部がでかくて、まあ、暗黒大陸かっていうぐらいでかくてですね、めちゃくちゃ良かったんですけど、店内の中もすごいいいものがいっぱい売ってですね、はい、いろいろ買いたかったんですけど、まあ、ちょっと今回は我慢っていう感じですね。で、この後、なんだっけな、支店の方ですね。今見てるのが本店なんですけど、支店の方に行って、まあ、そっちもちらーっと見ていくような映像がございますよって感じですが、一旦本店はこんな感じと。マジですごかったわ。楽しかったですね、ここは。ほい。では。というわけで、支店の方に移動してきたんですけども、支店はですね、ショッピングモールの中の一角っていう感じにありまして、まあ、こんな感じで外のガーデンのところがまたあるんですけど、まあ、こちらは比較的そのライト勢向けって感じの、まあ、いろいろなやつがあるって感じですかね。まあ、でもガーデンはやっぱすごいっすね、ほんと。うん、いろんなドライガーデンをやってくれてるんですけど、この辺のボトルツリーとかもめっちゃすごいし。うん。アガベとかね、いろんな感じがありまして、いい感じでございます。いやー、いいですね。こういうの見てるだけで楽しいですね。で、この建物が、支店の方の建物になります。ほい。で、店内もね、BGM かかってて、音声が流せないんで、アフレコで撮っています。この辺のサボテンエリアとかね、結構寄せ植えしてて、めっちゃ可愛いっすね。で、お値段もその比較的お手頃価格なんで、まあ、本当に始めたての人にはおすすめって感じですね。この辺のワンポットのね、1号ポットっていうのかな。もうめちゃくちゃ可愛くていいっすね。で、この辺はハビタットスタイルの寄せ植えって感じかな。サボテン、ユーフォルビア系が並んでおります。で、チラッと美学。美学はね、実は外の方にもあったんだけど、ちょっとそこは映してないので、ちょっと今回は映像は出てこないんですけど、美学もたくさん置いてありました。はい。こんな感じでございます。で、こういう毛の葉っぱものもちょいちょい置いてあって、なかなかバリエーションがね、豊富でしたね。はい。で、これが謎ガチャ。なんかガチャガチャなんだけど、字が読めなくて何が入ってるかわかんないんですが、多分、一等は美覚が当たるっぽいようなことが書かれてるという感じですね。で、これが、最後ですね。路面に面しているようなところでも、こんな感じでかなりいろんなでっかい植物が置いてました。これね、全部置いてあるものは購入できますってことが書かれてるみたいです。はい、マジですごかった。中央でこれで、支店の方も終わりっていう感じでございます。
いただきます。これ、これ一番面白い。あ、それ映画、大好き映画。クソと、あ、美味しい、ね、美味しいよ。よろしく、映画撮ってよ。あれは無理だね、絶対。あれは無理だね、下手すぎた。これ、やっぱり強い方が無理だね。え、あのソース。ねえ下手すぎる。どこやってるの。大でいいんじゃない？あ、他のコーネス食べるんだったら何食べたいの？角煮みたいなやつ。いっぱいちんちゃん歩いてる。たまたま付きや。たまたま付き。はい。你好。誕生日だから誕生日でシンチンするね。すごい。あ、何、あ、この子が誕生日なんだ。くわいね。この人で誕生日。ねえ、でも全然すごい人来たね。ハハハハハ。She's my friend。ハハハハハ。謝謝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 謝。好，拿到了，好，来来拍张拍张。分かってる分かってる。写真撮っていいの？他们日本人。ああ。欢迎来台湾。いっぱい来た。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。いっぱい来たいっぱい来た。主役誰？主役誰？え、誰送信？主役主役。誕生日。どういう状況？どういう状況？Yeah. Okay. That one, the one. お前のために撮ってやってる。今から台湾の東映空港からジャパンに帰るよ。これはやっぱ入ってないんで。お電話。今検疫が終わって、無事検疫完了でございます。この後、チェックインして、飛行機乗って日本に着いて、日本でもまた日本側の検疫があるので、それで終わりです。